今ですね、ドイツのミュンヘンにいます。でミュンヘンの今中央駅ですね、今いるところなんですけどね、まあ、鉄道のチケットを買いに来たところです。でここにはですね、オーストリアのザルツブルクから、入ってきました。で次行くところがですね、パリまで、フランスのパリまで行くところなんですけど、チケットを、取ろうとしたらですね、今晩夜行便、明日の夜行便もダメだったんですけど、ね、空いてなくて、で TGV なんかもね、ここを通ってるんで TGV も、確認したら空いてないということでね、 ICE でケルン経由で、ケルンからタリスで行く感じになります。あ、ちょっとめんどくさいですけどね。夏場はね結構混むんでね、皆さんも早く、もし決まってるのであれば予約した方がいいと思います。インターシティホテルで、これが今駅のね構内をね歩いてるところです。お店もね結構あります、飲食店ですね。なんでまあ待ち時間とかはねここに行ってね、しかもすごい綺麗なんでね、この駅に関しては6年半前来たってもあったんですけどね、すごく綺麗なんで、滞在に関しては苦痛はあまり感じないと思います。治安も全然この駅の中は 悪くはないですからね。まあ周辺とかも、まあ、たまに変な人いますけど基本は大丈夫です。でこっちがプラットフォームね、もうオープンになってるんですけどね、プラットフォームで、多くの電車が止まってます。赤い電車があっても普通の電車ですね、ローカル線のこの近郊に行く電車。 ICE に関してはちょっと遠くに行く場合ね、フランクフルトとかベルリンまではここからあんまその ICE は出てないかもしれないけどね、ケルンとかもこれで行けます。なんで あとあっちは RJ ってのあれは国際列車ね、ハンガリーから来てる、すごい人ですね見た限りだと。で下なんか向いてもね、バスチケット買うところ、であとはレンタカーなんかもね借りれます。エイビス、バジェット、ヨーロッパカーね、ハース、まあ全部大手ですね。あとバーキンね、バーガーキングなんかもあったりします。で普通のカフェなんかもあるんで、これはフルーツショップ、ライオンがいますね。ライオンがですね、結構そのここのね神話になってるみたいなんで、よくこのミュンヘンでよくライオンを見つけることができます。すごいね。でこっち行くと飲食店ね、あちょっとしたサンドイッチとかね、ソーセージとかね、ハンバーガー、ケバブね、そういうの売ってます。で皆さんこういう風に立ちながら食べてる人多いですよね。なかなかいいです。そんなに高くないんでね、軽く済ましたいのであれば駅周辺止まってない駅に来て食べるといいかもしれないです。